さあ続いてはカフェのコーナーです。今週はですね、先週に引き続き新型の RX につきまして、詳しくご案内していただきたいと思います。ご紹介いただきますのは沼田店の青木康則さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ青木さん、先週太田店の長沼さんからですねご案内いただきましたけども、新型の RX、今回ですねさらにこう詳しくですねご紹介いただけるということなんですが、どんなところを紹介していただけるんでしょうか。はい、今回は新世代にふさわしい性能や機能を備えた新提案のスポーツセダン RX S4 についてご紹介したいと思います。はい、今回 S4 ということなんですけどね、S4 といいますと新世代のスポーツセダンということですけれども、まずはエクステリア、これどんなエクステリアになっているんでしょうか。はい、レヴォーグをご紹介したときにスタイリングはワイド&ローをイメージしているとお話ししたと思いますが、はい、新型 RX シリーズも同じようにワイド&ローを強調したスポーティーなフロントマスクになっております。はい、スポーツモデルにふさわしい、名前もね S4 ということですから、よりアグレッシブで精悍な、力強いデザインということになっているんですね。はい、はい、そうですね、またサイドデザインは流れるようなシルエットと大きく張り出した前後のフェンダーを組み合わせ、どっしりとした力強い走りと洗練された上質なイメージを表現しているんですよ。確かにですね、外観をこう、一回りぐるっとね、見ていただくと分かりますけれども、非常にパワフルだなという感じをイメージ的に持ちますよね。なおかつスピード感というのも感じられますので、この辺がやはり特徴的ということなんでしょうかね。そうですね、それから内装にもこだわっていて、はい、カーボン調の加速パネルや金属調のアクセントにより RX シリーズならではの高いポテンシャルを質感高く表現しているんです。はい、これはドライバーのですね走りへの期待感、これを駆り立てるようなですね、はい、コックピットになってますんで、これもやっぱりねいいのかなという感じですね。でシートもこれ特徴的なんですけども、 RX ならではのこれバケットタイプを採用してるんですね。はい、特別感や RX の伝統を感じさせるスポーティーなシートですね。乗る人全員がハイパフォーマンスな走りを楽しんでいただくために、リアシートも乗り心地の良さ、ホールド性を両立させたものが採用されています。はい、特に特徴なのはシートにね、赤いステッチ、レッドステッチがね、施されていますので、質感高く、非常にスポーツセダンらしいインテリアと言っていいんじゃないでしょうかね。はい、はい、S4 の専用装備としては本革巻きステアリング、本革巻きシフトレバー、電動パーキングブレーキ、アルミパッド付きスポーツペダル、走りのマインドをかきたてる装備が充実しています。インテリアもかなりこれ充実を、ね、しているというふうに言っていいと思うんですけども、先週ご紹介いただきましたけども、スポーツリニアトロニックですね、それから AWD システム、これスバルの技術がですねこう詰まっている、走りの期待感を、ね、感じるわけなんですけども、それに加えてですね、外装内装、さらにスポーティーな走りをねこう予感をさせてくれるようなデザインに仕上がっていると言っていいんじゃないでしょうか。期待してた方も多いと思うんですけど、その期待を裏切らない、そういった出来になっているのかなと思いますね。はい、そうですね、グレード別に専用装備もございます。詳しくは店頭スタッフまで、お問い合わせください。はい、また RX S4 には先進の運転支援システムアイサイトバージョン3が標準装備されております。はい、山田さん、アイサイトバージョン3の、主な機能について覚えてますか。プリクラッシュブレーキですね、全車速追従機能付きクルーズコントロール、それから警報とかお知らせね、これはもちろんだと思いますけども、AT の誤発進の抑制制御機能っていうのがありますけども、これバージョン3ではこれ要するにリアですね、バックですよね、はい、誤更新の抑制制御というのが、追加されていると。でもう一つぐらいなんかあったのかなという、そんな感じもしなくもないんですが、はい、もう一つの新しい機能は、はい、高速走行時に車線内中央付近の走行維持や車線逸脱を抑制して安全運転のサポートをする機能、アクティブレーンキープです。これ非常に頭のいい機能の一つなんですけれども、これがバージョン3には、あるということなんですよね。
バージョン3についてはまだですね、この番組なので詳しく紹介しておりませんけれども、レヴォーグについてお話を、ね、いただいた際に少しだけご紹介をした経緯があるんですけれども、アイサイトの詳しい、ね、紹介も、後ほど、ねすることになると思いますけど、こういう、ね、新たな機能もバージョン3は、ね、追加されておりますので、この辺はポイントなのかなと思いますけども、とにかく実際の車を青木さん見てもらいたいと。そうですね、いう感じがしますよね、新型のダブライクスね、はいはい。そうすることによって車の良さが、ね、分かるというふうに思いますので、お近くの各店舗試乗車の情報も、ね、ホームページに載っておりますので、ご確認の上、店舗に行っていただければというふうに思います。今回は新型のダブライクスパート2ということで青木さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。